どうも、タイガンツです。今回紹介するのはこちら、チョコフレーク。はい、じゃあこのチョコフレークを、早速開けていきたいと思います。はい、じゃあちょっと開き方が汚かったけど、中身はこんな感じで、じゃあまず出してみますね。まだここに黒胡椒が残ってるんだよね。これはあの前回の動画で出した黒胡椒がまだ残ってるから、超怪人が怪人か、あ、ちょっと落ちた。怪人がいるけど、ほっとこう。どんだけ出すの。めっちゃ出る、めっちゃ出るね。はい、じゃあこれこんだけあります。じゃあまず最初に食べてみたいと思います。うん、美味しい。それだけ。あのこれチョコあのこのチョコフレークのこのチョコがすごい甘くて、まあチョコが甘いのは当たり前なんですけど、すごい美味しい。このチョコフレーク、普通に食べてもすごい美味しいんですけど、私たちはさらに美味しさを追求するために、前回紹介したスコーン、スコーン、このカラムーチャージ辛さ3倍のものを こちらと混ぜて、で食べてみたらさらに美味しくなるのかというのを検証してみたいと思います。はい、じゃあ早速やってみたいと思います。まずこのスコーン、肝臓は？正直言うとやっぱし美味しくないんですよね。やっぱしもともと2つとも美味しいものなんですけど絶対美味しいわ2つとも美味しいものなんですけど、なんか合わないんですよ。で、まああくまでも僕の意見なんですけど、これが美味しいって感じる人もいるかもしれないんですけど、これは僕はあまり美味しいとは思いません。何パー、世界の人口の何パーセントぐらいがまずいと思う？そういう質問はもういいと思う。まあ、世界の人口の最後ギャグ 10% はあんまり思うと思いますね。ギャグ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 一発ゲ、ちょっと待って、なんか謎の空間作らせんといてはい、カットしてください。はい、これで今回の動画は終わりにします。ご視聴ありがとうございました。はい、番外編です